キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、セリーグの順位予想。はい。はい、最終決定でございます。はい、そうですね。はい。迷いましたよ、もう。迷いましたか。迷いますよ。なんかもうセリーグこそ私も本当にどこだろうって分かんなくて、うん、もう、まあ、でも立てましたよ。立てましたか。はい、じゃあ最下位から、はい、いきますよ。せーの、中日。カープですか。カープです。じゃあ5位、はい、もう今日は全部最初に説明してから後で説明しましょう。はい、でじゃあ5位、はい、せーの、広島。お4位、せーの、 DeNA。おお、ヤクルト、ヤクルト、はい。3位、せーの、阪神。じゃあ次優勝いきましょうか。そうしましょうか、うん、はい。せーの、ヤクルト。で2位が、はい、もう巨人で、2位が阪神ですか。阪神です。はあ、じゃあ僕はヤクルト、巨人、阪神、DeNA、広島、中日、はい、で袴田さんは巨人、阪神、DeNA、ヤクルト、中日、広島です。あ、はい、大きく変わったのは、はい、僕は正月は優勝 DeNA って言ってたんですけど、はい、一気に4位の B クラスに転落です。本当ですね。はい、それはもう理由は分かりますよ。はい、外国人、はい、オースティン外開幕出遅れってもうそんなんもうそこ頼みなのにそうですね。しかも手首とか肘でしょ、うん、こうずっとまた痛いとか言い出すよ。あ、手首と肘ってそんなに感じたんですか。やっぱん、え、手首と肘って結構長引くんですか。いやだからまあこう腱鞘炎になったりとかしたりとかして、そしたらまたずっと痛いとかって言うかもわかんないじゃん、また、はい、そう、これもあのそれを行動で見た瞬間に、はい、これは無理やっちって、はい、もう一気に4位。いや、それは元気だったら1位よ。うん、そうですね、うん、いや私は巨人、阪神、DeNA、ヤクルト、中日、広島なんですけど、うん、ヤクルトと DeNA なので、それを聞いて入れ替えようか入れ替えまいかすごい迷ったんですけど、うん、でも、まあ、開幕いなくても去年よりは早く戻ってくるんじゃないかなっていう。去年結構遅れたじゃないですか、まあ、遅れだけど元気だったからね。痛いってことはまた痛くなる可能性あるから。そっか、痛くなって帰ってきてまた痛いって言い出さんかなっていう不安が、はい、あと今永も出遅れてるし、うん、まあ、今のそうですね。で、まあ、佐野も打ってあのもう復帰したけど、うん、若干ちょっとね、はい、休んでたし、その人ちょっと変えようかな今更聞いていやそこがもう一気に不安になって、はい、うん、まあ、そうですね。これで優勝予想はちょっと根拠ないなと思って、うん、いやそれ全員がもうバシッと元気で、うん、開幕してからどうなるか分かんないよ、はい、でも開幕迎えますだったら、うんうん、いやこれピッチャーハマったらいけるんちゃうかと思って、うん、でクリスキーも来日遅れて開幕いないんだよ、はい、うん、いやいや去年とほぼほぼ一緒やみたいな。そう、怪我も含めて外国人2人がいきなり開幕絶望となったのは痛すぎますね。だいぶ痛いよ、もう本当いきなりだからね、はい、でそれはもう、うん、もう残念ながら、はい、1位予想はもうちょっとできんと思って、うん、一気に4位にして、はい、でそしたら、うん、ヤクルトもね、はい、本当は2連覇難しいよ、うん、だから俺は無理やと思って2位にして DeNA1 位にしてたんだけど、はい、DeNA が自ら落ちちゃったから、うん、でもよ、はい、ここで、はい、この法則を当てはめようっていうところでやっぱさつざきチャンネル、はい、オリジナルのこの法則、うん、はい、オープン戦最下位になったら 18% の確率で優勝するっていうので、はい、ヤクルトがね、まあ、巨人と同率で、私はだから巨人が1位なんですよ。おう、そうそう、だから俺は巨人1位、はい、2位をヤクルトと巨人でどっちが優勝するやろってそこにしてる、はい、あ、やっぱそうなんですね。そうそう、巨人にしたんですよ、うん、この法則がね、はい、やっぱ去年も、うん、こう3年連続、はい、今2年連続か、うん、この法則が当てはまってて、はい、去年はヤクルト、うん、一昨年は巨人がオープン戦最下位で優勝、はい、もしくは B クラスだから、うん、で俺はそこでまたヤクルト最下位か、はい、しかもヤクルトがなぜか同率なんだけど、うんうん、ヤクルトの方が下に書かれてるんだよ、はい、そう、あれ、それもな、あ、そうですね、ほら、あ、本当だ、順位予想、はい、なぜか、うん、巨人とヤクルトが一緒、これはアイウェイ順かもわかんないんだけど、はい、なぜかヤクルトの方が下に書かれてるんだよ、はい、だからヤクルト優勝っていう。私はだから巨人を優勝にして、うん、ヤクルトを4位にしたんです、ま、そうだね、どっちがビーグだからね。そう、うん、そうなんですよ。これだって法則がね、うん、2位3位がないからね。はい、でもう一つ言えば、うん、去年のパ・リーグで言えば、はい、1位はほぼ A クラスらしいで、うんうんうん、オープン戦1位は、はい、だそれも出しましたね、うん、はい、1位はほぼ A クラスで、うん、だそれもあって、はい、
B クラスもあるよ、はい、でもかなりお高い確率で A クラスだから、うん、楽天を A クラスに入れてるんだけども、うんうんうん、だからセリーグはそれもあってね、 DeNA が落ちたっていうの、はい、あとね中日はね、はい、やっぱりその投手陣はいいよ、うん、その高橋とか若手も出てきながらね、はい、岩崎も入って、うん、いい感じできてきて、やっぱ打線が補強ゼロだから、はい、まあ、オープン戦もね、うん、岡林とか頑張ってるけど、はい、石川とかね、うん、若い選手が、まあでも打線外国人行ったんじゃないですかっていう、なんか未知数な、もしかしたらハマれば大きく可能性ありますけど、うん、未知数な部分多いですよね、まあ、投手陣はね、いいだけに打てればっていうところでね、うん、っていうところがなかなかね、うん、苦しいちゃうかっていうところと、はい、まあ、広島はね、うん、鈴木誠也だって田中菊丸鈴の、はい、もう丸鈴いないからね、はい、で田中がもうちょっとあの小僧に抜かれちゃって、はい、レギュラーじゃないからキックしか残ってない。そうです、ちゃんあの強かった時のあの並びがね、だからキックしか残ってないんだよ、うん、はい、それはなかなか。でもまあそこの中でね、若手の小園とか林とか、はい、まあ、野間とか、うん、あと坂倉とか、はい、そういったところのね若手が頑張ればね、うん、まあ、面白いところも出てくるかなっていうね、はい、ところはあるけども、うん、なかなかその穴は埋めるの痛いんちゃうかっていうね、はい、でキーマンでも言ってたけども、うん、コリディエルとかフランソワとか、うん、ターリーとかの中継ぎ陣がうまくはまれば、はい、面白い形になると思うけども、うん、まあなかなかちょっと、広島はね2026年ぐらい強くなるね。2026年、うん、あと4年後ぐらいに強くなると思う。ほうほう、今の若手がやっぱり押し上げていって、うん、その代わりに FA とかで抜けちゃダメよそうですね、うんうん、抜けなかったら25、6年ぐらいには強くなると思うけど、はい、今じゃない、ね、うん、そうですね、うんうんうん、で DeNA はもうさっきも言ったように落ちちゃったっていうね、はい、うん、外国人次第でっていうね、うん、やっぱ阪神は、うん、あの抑えね、候補いい形で投げてるけど、ケラ、うんうん、でも全体的に、うん、ちょっときついんちゃうかっていうね、はい、まあ、あとロハスもね頑張らなきゃいけないし、まあ、新外国人選手の活躍必須は間違いない、うん、はい、で巨人はなんだかんだ言いながら A クラスでしょっていう、なんか私もそれをねすごい今年の巨人感じるんですよねなんだかんだ言いながらね、うん、まあ、いろんなね不都合もあるよ、はい、でもなんだかんだ言いながら、うん、結局は A クラスに入るんでしょと思って俺は3位に入れてたのよ、はい、DeNA 落ちちゃったから、はい、だからこの 1,2,3 は DeNA が落ちたことによって全体が上がったっていうだけ、はい、そう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 、うんうんうん、巨人なんか私すごい楽しみなピッチャーが今年多くて、うん、ドラフト3位の赤星投手とか、うんうんうん、あと堀田投手とかも育成からね上がってきて、なんか若いピッチャーがすごい今年はなんか突き上げていくんじゃないかなっていう感じがしてて、あと中田翔選手ちょっと今年また復活しそうじゃないですか、うん、雰囲気はあるね、なんかありますよね、うん、なんかそこもキーになって、なんだかんだやっぱ巨人が一気にグッと来るんじゃないかなっていう、結局巨人、結局なんか来るんじゃないかなって巨人、はい、まあ、これはね、うん、まあ俺は結局 A クラスやと思うんだよね、うん、なんかそんな気はしますよね巨人はね、うん、で阪神はやっぱり外国人次第で、うん、まあ里出るがね、はい、いい形でオープン戦いけてるんでね、うん、はい、まあ、これだけ見てら去年の50何打席ノーヒットはあんまり引きずってなくてね、うん、よかったなっていうところはあるけども、ですから、うん、青柳がね、はい、開幕投手がちょっとコロナになっちゃってね、そうですね、うん、あれどのぐらい影響するんですかね、だからその後遺症とかもあるから、うん、それが残るか残らんか、だから症状にもよるよね、はい、残るか残らないかとかもあるしね、うん、はい、残ったらその症状的には陰性だけど、うん、症状があるからまだプレーできないとか、去年、はい、楽天の銀次とかね、あ、そうでしたね、結構もう陰性だけど若干その体力が回復しなくてね、うん、なかなかプレーできなかったっていうのもあるから、そこら辺の症状によるよね、持っていくのも調整し直さないといけないですよね、そうそうそう、だからそのどこまでの症状かにもよるよね、はい、まあ、そういったところはちょっと心配だけども、うんうん、こんな感じかな、そうですね、うん、はい、まあ全部当たる人いないですからね、なかなか、そうそうそう、大体俺の予想なんて当たんないんだからそうですか、うん、そう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 、はい、当たんないので有名だから、うん、だから喜ばしいよね、当たる人で有名とかいるんですかね、さあそんな毎年当たってる人見たことないから、ね、いないですよね、当たるわけ、6連単当たるわけない、半年間かけてよ、去年 GG 佐藤さん6連単当たったらしいですよ、うん、ちょだってしょよくわかんないもんね、え、何がよく分かったですか、え、いつやってたかとか、だから YouTube で、うん、そのセリーグが全部当たったってヤクルトいう順位、あの優勝、だって俺もあの引退した翌年は両方とも4つずつ当たったから、おお、あ、結構だから1個だけ外したのよテレコで、だったんですね、うんうん、あとだから12分の8やってたから、あ、すごいすごい、誰かも全部当たったんだよね、へえ、でも別に当たっても何もないしね、あ、そうなんですよね、うん、
当たってもあんまりあの人当たってたよってみんな見返さないですしね。そう、外れたことだけ言われるけど、はい、当たってたよって誰も言わないじゃん、はい、だから多分 GG も自分から言うんだろうね。そうですね、うん、でもまあ自分から発信したら私知ってますからね。そうだね、はい、よく見てるね、はい、俺とか全く見てないから待って今初めて初耳だった。あ、そうなんだで私もこうやって GG さん当たってたらしいですよって発信してますから。ああ、そしたらまた GG が袴田さんありがとうって言ってくれるですかね、うん、はい、まあ、ということでね、はい、まあ、答えは半年後ね、うん、今年もどういう戦いになるのか注目していきたいと思います、はい、皆さんも順位ね、コメント欄お願いします、はい。